皆さんこんにちは、マモルです。ということでですね、今日はですね、サーブがぎこちなくなってしまう人に対してサーブのね、バランスよく打てる方法をお伝えしていきたいと思います。それでは、行きましょう。はい、ということですね、今日も3つのコツから話していきたいと思うんですけど、まず1つ目はボールを投げるように打っていくんですね。でなぜそういう風にやるかっていうと、やっぱりこうサーブってこう入れなきゃいけないじゃないですか。でそうするとこう合わせよう合わせようと思って、どんどん小さなフォームになっちゃうんですよ。でそうするとただの当てるだけになってしまって、全然こうパワーっていうのももちろん上がらないですし、安定もしないんですよ。一番安定する方法はボールを投げる形、もうラケットをボールだと思ってそのままブンって振っていけばボールを投げる形になるじゃないですか。でその形で振ることによってスイングの軌道が安定してくるんですよ。でそうするとボールが上がるところさえ良ければしっかり入るようになってきます。次の2つ目なんですけども、フィニッシュを固定化していきます。左の腰に対してスイングをし終わるような感じで終わっていくと、毎回同じところで終わるのでスイングっていうのが一定になってきます。不安になった時はラケットを止めてしまったりとか、変なところでフィニッシュしたりとか、力が入ってしまったりとか、いろんな形で終わるんですけども、毎回同じところに打ち終わろうと思うとスイングが毎回安定してきますので、これねかなり重要ですので、ぜひ意識してやってください。最後3つ目なんですけど、これ結構苦手な方が多いと思うんですけど、安定させよう入れよう入れようと思うとこう羽子板サーブみたいになるんですね。でそうするとこう手がですね、少し遠くを通るような形で当てていっちゃうんですよ。でこうではなくて、打つ時に手が耳の横を通るような形で、こういう形で入っていくんですね。でそうするとスイングが、まあ、サーブの動作になってきます。ここで注目ポイントなんですけども、今言ったその3つの動作に対してまずは素振りの練習をちょっとしていただきたいですね。何度も練習していくとイメージ湧くと思うんですけど、そのイメージっていうのはすごく大事で、あ、こういう風にやれば柔らかく打てるな、こういう風にやれば、まあ、軌道安定するなっていう風に分かるようになってくれば、安定したサーブが打てるようになってくると思うので、スイングの全体像ぜひ意識してやってみてください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。